こんにちは。おふでちゃんこと書家の田坂邦夫です。これから皆様のお住まいの地名をかっこよく書くワンポイントお伝えいたします。湯布院、観光名所ですね。字の形取りにくいのですが、見てまいりましょう。湯の字線対称で、左右が均等。そしてこの高さ、この高さ、この高さ、ほぼ同じになっています。そして布、のから先に書いています。ご注意ください。こちらが先です。こう書いちゃダメですよ。そして、皆さんが思っているよりも中央から始まっています。字のほぼ真ん中から始まっています。のの字が始まっています。そして、陰の字。小里辺と作りの幅。そして、おおよそ真ん中あたり。ここも間が一緒ですね。そしてこれもこう書いてしまうと意外と間抜けになってしまいます。のとこの空き間、わずかですけれど大切です。またこう書いてしまうと形が取りにくいです。ほんの少し内側に入っています。もしこれを味のない書き方になってしまいますね。湯布院にはもう一つこういう表記もございますね。お湯という字を解説いたします。まず山水から、ここの距離、ここの距離、長さが違うことに注目してください。こちらが短く、こちらが長いです。まあ、3、7ぐらいのイメージでしょうか。また同じ3、7でもこう書いてしまっては形が良くないですね。このように書いてみてください。それからこちらの横画がたくさん並んでいます。間が揃うことを気をつけてください。さあ次が難しいですね。ここよくこう書いてしまうと形が取りにくいです。むしろイメージとしてはここに四角を書くようなイメージをなさると分かりやすいと思います。そして間を均等に割るようなイメージです。ありがとうございました。また次回ご一緒に書きましょう。地名のリクエストもお待ちいたしております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。